ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。かっこいい、これはかっこよすぎる。いきなりどうした？ねえ魔理沙、この生き物のフォルムってすごいかっこよくない？この生き物ってなんていう名前なの？この生き物か、これは仙山鉱という名前で呼ばれていて、かなり珍しい生き物だと言われているものだな。見た目がかっこいいから一目見て記憶に残りやすい。体全体を覆う硬い鱗は、丸まって外敵から身を守るために発達したものなんだ。しかし、鱗や肉に薬効があると信じられているので、生息するすべての種類が密漁によって絶滅の危機に直面しているんだ。この生き物は見た目も名前もかっこいいね。でも、絶滅の危機に瀕しているのは心配だわ。魔理沙、仙山鉱について教えて。よし、今回は見た目がかっこいい哺乳類ナンバーワンの仙山鉱について解説していくぞ。それでは、ゆっくりしていってね。それでは仙山鉱について解説していくぞ。仙山鉱は哺乳鉱、有袋番類、ローラシア獣類上目、人工目、仙山鉱科、仙山鉱属に属する8種類すべての総称のことを言うぜ。仙山鉱は硬い鱗で全身が覆われているのが特徴で、アルマジロのように丸まって外敵から身を守るんだ。主食はアリやシロアリで、アリ塚を壊してアリなどを食べるために長い舌と長い爪を持っているんだ。現生の仙山鉱の8種類は、アジアとアフリカ大陸に分布していて、大きさは種類によるけど、大きい種で体長90センチくらい、小さい種で体長30センチくらいだぜ。頭部は円錐状で、体外に出ている耳、つまり外耳は退化してほとんど見えなくなっているか、消失している。仙山鉱の舌は非常に長く、舌の根元は下顎ではなく、胸骨と気管の間の胸部にあるんだ。食べ物を咀嚼するための歯や筋肉がなく、胃の中で食べ物をすりつぶして消化しているんだ。生息環境は主に森林やサバンナで、オナガ仙山鉱と木登り仙山鉱の2種は木の上で生活することが多いようだ。基本的に夜行性で、昼間は地下に掘った巣穴や、岩の隙間、あとは木の穴などに潜んで休んでいる。巣穴を掘るときは、鋭い爪を使って深さ3、4メートルほどのトンネルを作るときもある。子供を産むときは、基本的に1回に1匹産む。種によっては1回に2から3匹産むときもあるみたいだ。鱗があったり耳がなかったり歯がなかったり、哺乳類の特徴としては珍しい生き物だね。そうだな、他にも仙山鉱の特徴を挙げていくぜ。仙山鉱は視力が悪く、嗅覚と聴覚に依存しているようだ。そして体はアリやシロアリを食べるためにかなり特化している。アリ塚を壊すための前足と爪はとても頑丈で、その爪を使って木や土や植物に穴を掘って獲物を見つける。そして長い舌を使って獲物の巣穴から獲物を絡み取って食べる。仙山鉱の唾液は粘着性があって、舌について唾液にアリやシロアリがひっついて捕まえやすくなっているんだ。そして口内には歯がないので咀嚼できない。そのため小さな石を胃の中に入れて、その石で食べ物をすりつぶしている。胃の中に石を入れる？そんなことをする動物がいたとはびっくりだよ。実は胃の中に石を入れて消化の役に立てている動物は仙山鉱の他にもいろいろいるみたいだ。アザラシやアシカ、ワニとか、あとは草食性の鳥類やトカゲ、そして恐竜などの多くは胃の中に石を入れた種が多くいたんだ。水辺の鳥類などは、自分の体重を重くして浮力を調整する重り代わりに石を食べることもあるんだ。すごいたくましい。そして胃の中の石だけではなく、胃にはトゲもついていて、これらの石とトゲで獲物をすりつぶすことに役立てているんだ。ふむふむ。次は繁殖と子育てについても説明しよう。仙山鉱は夏から秋にかけてが繁殖シーズンで、オスが自分の尿や糞でマーキングしてメスを誘ったりする。オス同士でメスをめぐる競争が起こることもあって、その時はオスは尻尾を棍棒代わりにして戦うんだ。そして交尾をした後、メスの妊娠期間は70日から140日ほどで、基本的に一度に一頭産む。生まれたばかりの仙山鉱の鱗は白くて柔らかいけど、数日後にはすでに硬くなって大人の仙山鉱の鱗の色と同じになる。母親は子供を巣穴に入れて守り、授乳する。子供が2歳ほどになると成熟し、親離れが起こる。アリやシロアリを食べるために爪や舌が進化したり、胃の中に石を入れたり。仙山鉱は進化の仕組みが詰まっている生き物だと思えてきたよ。一目見てみるととても特徴的な姿をした仙山鉱だけど、
この特徴的な見た目のせいなのか、仙山鉱は各地で密漁されていて、現世の8種類全てが絶滅危惧にさらされているんだ。中国圏やインド文化圏などでは鱗や肉に悪鉱があると信じられているし、アフリカでは革製品の素材として使われている。そのため仙山鉱は世界で一番密漁されている生き物と言われることがあるんだ。ひどい、ひどいよこんなの。こんなにかっこいい生き物が絶滅の危機にあるなんて。確かにひどい、特に、中華圏で漢方薬の材料として鱗が使われているものは、研究で効能が確認されていないまま使われているんだ。仙山鉱の鱗の成分は、哺乳類の爪や髪、あとはサイの角と同じケラチンという硬化タンパク質の一種で、摂取しても何も効果がないんだ。鱗の出荷量が特に多いのは、カメルーン、ナイジェリア、シエラレオネ、ウガンダからだと言われているんだ。その大部分が中国への漢方素材として送られている。2000年から2013年にかけて世界で密漁された仙山鉱は、およそ100万匹もいて、鱗を乾燥させた粉末を錠剤にして利用されている。中国で公表された数字では、中国が1994年から2014年までに輸入された仙山鉱の鱗は15トンにも上るんだ。中国にいる種類である仙山鉱の一種、ミニ仙山鉱はかなりの数が減っていて、1960年代から90年代にかけて、生息数の 90% が減少してしまったと発表されているんだ。そして中国国内で仙山鉱がいなくなってしまったので、近年は海外の種の鱗を輸入することが多くなったんだ。このままだと仙山鉱は減っていく一方なんじゃないの？何か手を打たないと貴重な仙山鉱が絶滅してしまうかも？ただ、中国政府も全く対応していないというわけではないんだ。2020年では、中国の伝統薬の政府公認リストから仙山鉱の鱗を除外したんだ。そして野生生物保護法での仙山鉱の保護レベルを引き上げて、今では一級扱いされているようだ。中国の野生生物保護で一級扱いされている他の動物は、パンダやトラやゾウ、ジュゴンやアジアゾウなどが入っている。中国政府も、数が減っている仙山鉱を見過ごすことはできなかったんだろう。中国が鱗を輸入することをやめればきっと数は回復すると思う。これから仙山鉱の数が増えることを願うよ。長い舌を伸ばしてアリやシロアリを食べる仙山鉱の生態は、同じく長い舌を伸ばしてアリなどを食べているアリクイとかなり似ている。そのため、口内に歯がなかったり、長い舌で獲物を食べる哺乳類全般をかつては品種目というカテゴリーで呼ばれて分類されていたんだ。品種目には、アリクイとナマケモノ、アルマジロ、そして仙山鉱とツチブタなどの動物たちが入っていたんだ。しかし、1990年代以降、DNA 解析やいろいろな方面から調査したところ、どうやらツチブタと仙山鉱、そしてアリクイはかなり遠い系統のグループであることが判明してきた。遠い系統なの？でも、長い舌で餌を食べるところはかなり似ているように見えるけど？確かに特徴的な舌を見ると、これらの生き物たちは同じグループにいるように見える。だけど、この特徴的な舌は、アリなどを捕らえて食べることに特化して進化した結果、最も合理的な形に収束したからこのようになったんだ。遠い類縁の生き物たちが、似たような環境で、似たような対応策で適応した結果、似たような形質に進化することを、修練進化と呼んでいるんだ。修練進化の他の例を挙げると、例えば鳥類の翼と鳥の羽は似たような器官で、形も機能も似ているんだ。確かに似てる。他にも例を挙げれば、クジラのヒレと魚類のヒレ、オケラの爪とモグラの爪、コウモリの羽と鳥類の羽など、遺伝的に同じ起源ではないものから、修練進化して似たような形質が生まれることを相似器官と呼んでいるんだ。なるほどね。それじゃあ、アリクイとナマケモノとアルマジロ、そしてツチブタと仙山鉱の長い舌は全部相似器官なんだね。そうそう、ただ現在は、アリクイとナマケモノとアルマジロは、腰の関節の骨や化石を調べると、共通の祖先から進化した親戚同士だということが分かってきた。なので、アリクイとナマケモノとアルマジロをまとめたグループを、異節条目という名前で新設して、仙山鉱は輪鉱目という分類に、ツチブタは冠歯目という分類に、そしてこれらすべてが同じグループとしてまとめられていた品種目という分類は廃止されて、現在ではこんな感じの分類になっているようだ。ナマケモノとアリクイは同じ目で、アルマジロと近くて、ツチブタと仙山鉱とは離れたグループにいるのね。だいたいそんな感じだぜ。
研究が進んだり、学者によって意見が分かれたりしていろいろ説があるようだけど、上の図で大体合ってると思う。アルマジロと仙山鉱が遠い分類なのは意外だったよ。アルマジロの鱗も仙山鉱の鱗も修練進化みたいだね。まさに掃除機関だぜ。アリクイと似たような舌も、アルマジロと似たような鱗も、仙山鉱は進化の中で似たような形を生み出したのだと思うと、生き物の進化の仕組みはかなり奥深いものだと感じたよ。普段何気なく見ている動物の性質も、詳しく調べてみると頭の霧が晴れて納得がいく体験をすることができるんだ。興味があったら皆さんも仙山鉱を調べてみてほしい。というわけで解説は以上だ。ご視聴ありがとうございました。